ちょっと先なんで。あ、そうでした。ただですね、あげすうちかでございますけれども。広がりずと申しますね。この着物を着まして、はいはい、やってる芸人なんですけれども、ね。最後でございます。ちょっと私、三島の方がですね、特技がありまして、何でもかんでも、カタカナを言っていただけると、即座に和風に変換して返すというような特技でございまして。カタカナを即座に和風にして返す。はい。例えば、アイスコーヒーなら、冷やし、にがまめ、焙煎汁みたいな。まずそう。まずそうですけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで来ていただき、楽しんで帰っていただきたいと思います。いやー、ちょっとね、皆さんに聞いてもらいたいことありましたね。聞いてもらいたいことなんですか、ね、僕ね、大発見した。大発見すごい法則見つけました。すごい法則見つけて、何ですか、教えて。これ実は、野菜にはすべて、が入ってるんです。意味わかってます皆さん、これ変なこと言い出しました、ね、伝わってますよね、皆さん伝わってますよ、ね、もう詳しく説明します。野菜にはすべて、うんが入ってるんで、大根、うん、ちょっと意味わかりました。文字にうんが入ってるってことそうなんです。人参、なんなんそれ、香りないだろ、それまじ、うっ血したエロモンみたいな顔してる。男前じゃないですか。何？一人だけ手叩いてくれはったけど。珍しい名字なんですけども、武士の武を書いて、物知りの知るを書いて、下に日光の日を書いて、竹地と言いますよね。で、相方がね、もう見ての通り、見たまんまでございます。顔と雰囲気見てもらったらね、名字誰でも分かると思いますよ。田中って言いますよ。お願いしますね。田中です。田中中の田中、100% 田中です。お願いしますね。てってれー。何ですか？ベルト2本。出ました。拍手をください。ありがとうございます。ね、一押しのギャグでございますね。何年か前の M1 グランプリでやってましたもんね。僕は M1 乗りやってしまったんですけど、ね。もう一度行きますか。
エイ。拍手より笑いが欲しいですけどね。ほんまにね、子供の頃から賢いですよ。いやいやいや、これは、まあ、事実なんですよ。事実よ、ね、自慢してるわけよ。あの初めて喋ったのは賢くてね、あの最初に喋り出した言葉、そのパパとママとかいいんじゃないですか。大体ね、子供どっちかから喋りますけど、まあ、これちょっと後で揉めたりするんでしょ、ね、パパ先言うたの、ママ先言うたのみたいね、親同士がどっちが先やったって、まあ、いわゆるあの千葉喧嘩みたいな感じになるみたいなんですけど、ね、もう分かったんですって、藤原さんは。そうです、あ、これもう揉めるな。生まれた瞬間に見て、あ、これ揉めるなと思ったんですって、はい、で初めて喋った言葉がご両親。